ミケランジェロとシスティーナ礼拝堂天井画第一回は愛人娘がいる梅毒痛風闇の教皇ユリウス二世サッコディ・ローマローマを理解するには欠かせない世界史上の大事件ですローマ合略ローマ略奪と訳されます 新生ローマ皇帝カール5世の軍勢がイタリアに侵攻し教皇領のローマを破壊した事件当時の教皇はメディチ家出身のクレメンス7世でした。この事件は1527年に起きました背景には1517年から ルターによって本格的に始められた宗教改革があります。この絵は、ローマの教会の内部を略奪し、冒涜する皇帝軍を描いています。皇帝軍の主力を成したドイツ兵の多くは、ルター派。彼らはローマカトリックに像を抱いていました。戦闘の初期に、 指揮官を失ったこともあって、この軍隊、凄まじい殺戮、破壊、強奪、強姦を繰り広げました。路上の死体1万、ティビリ川に浮かんだ死体3千と言われます。20世紀イタリアを代表するジャーナリストだったインドロモンタネッリは、殺人と破壊の共演と呼びました。 このサッコディローマによってルネッサンスの都ローマは破壊されてしまったのですそれでも残ったものもありますバチカンで最も権威ある礼拝堂システィーナ礼拝堂に描かれたミケランジェロの天井画です側壁部分も含めると800平方メートル テニスコート三面という広大な天井に、天地創造を中心とした旧約聖書の物語が展開しています。この途方もない芸術作品、どう形容したらいいでしょうか。ゲーテイタリア気候に、こうあります。システィーナ礼拝堂見ないでは、一人の人間が何を成し得るかを、 目の当たりに見て取るることは不可能であるまたロマン・ロランはミケランジェロの生涯の中でこう言っています「天才なるものを信じない人天才とはどんなものかを知らない人はミケランジェロを見るがいい」「ミケランジェロが天才であるのは疑いないでしょう。 フレスコ画制作の経験のほとんどなかった彫刻家のミケランジェロがあのような巨大なフレスコ画をしかも制作当初こそ助手もいましたがその後はほとんど一人で描いたという一字だけでも「神のごとき」と形容されるのも当然な天才だったことは間違いありません。しかしか システィーナ礼拝堂天井画の誕生は一人の破天荒のローマ教皇の存在を抜きにしては語れないのです。その教皇とはユリウス二世です。これはラファエロが描いた有名なユリウス二世の肖像画です。ユリウス二世は「イルパパテリービレと称されました。 恐るべき教皇という意味です教皇に選出された経緯からして驚かされますユリウス二世の本名はジュリアーノ・デラ・ローベレジュリアーノ・デラ・ローベレ・スズキ教は史上最も短時間で終わった教皇選出会議で教皇に選ばれました それだけ彼が人気が高かったからではありません。賄賂と政治的操作を駆使してのことです。チェーザレ・ボルジアといえば教皇の息子として実権を振るい、健忘術数を尽くした人物として有名ですが、そのチェーザレ・ボルジアでさえ、ユリウス二世に 手玉に取られたのです父アレクサンドル6世が教皇在中に手に入れた領土の継承を約束されたことでチェーザレはスペインの枢機教たちの票を保証してしまいました。またユリウス2世は教皇権を枢機教会議に責任を負う立憲君主制に近いものに変える。 例えば全体の3分の2の賛成を得ずに強硬国を戦争に巻き込まないことなどそういったことも約束しましたしかし結局約束は一つも守られることはありませんでしたユリウスは前代未聞の独裁的強硬になるのですユリウス二世は とんででもない教皇でした。愛人がいて娘が三人カトリックの聖職者は最大禁止のはずですよね愛人から移された梅毒に苦しんでいましたまた痛風餅何しろ彼の好物はうなぎキャビアちのび子豚でしたから 我々がローマ教皇に抱くイメージとはおよそかけ離れていますよね。ルネッサンス期フィレンツェの歴史家政治家グイッチャルディーニがこう言っているのもうなずけます。衣装と名前以外に聖職者の要素は何もない。ヴェネツィア大使もこう記しています。 それはほとんど筆舌に尽くしがたいこの人がいかに強情な暴れ者で魚しがたい人物であるかということは肉体的にも精神的にも巨人の素質を持った人である行動といい情熱といいすべてが並外れているその気性の激しさと気の短さゆえに一緒にいる者は苦労させられるが憎しみというよりは 恐怖を感じる強硫なところや自分のことしか考えない貧性の癒しさがないからである晩年のレオナルド・ダ・ヴィンチの被護者だったフランソワ一世の評価はこうです「この世紀において我々は教皇ユリウスほど恐ろしい敵を未だかつて知らない」「スペイン大使に至っては こうままで言っていますバレンシアのセリョー院に行けば政府様よりはるかに気の確かな患者が何百人も鎖につながれている。ユリウス2世が1503 60年歳で教皇に就任ローマ市はローマ帝国崩壊以来治安の極度に悪い寂れた地方都市であり続けローマの再建は 前教皇アレクサンドル6世の手でようやく端所に着いたばかりでしたカトリックの大本山であるバチカンのサンピエトロ大聖堂も半ば口か崩れかかっていましたローマ教皇の権威もローマとアビニオンに別々のローマ教皇が併存する大分裂シスマ以来弱体化していましたユリウス2世はローマ史を 教会国家の首都たるにふさわしく再建するとともに教皇権威を回復させるためにサンピエトロ大聖堂の再建を決意するのですちなみにこれが現在のサンピエトロ大聖堂ですこれが再建される前のサンピエトロ大聖堂の創造図です サンピエトロ大聖堂の再建はキリスト教の資源以来1,000年以上数計を一身に集めてきた聖なる場所の破壊を伴います枢機教も市民もそれは神聖冒涜も同然だと激しく抗議しましたユリウス2世はどうしたでしょうか藤沢道を 物語、イタリアの歴史にこうある通りです、こ書ある大聖堂の建物をすっかり取り壊しその跡地に威厳と美を兼ね備え時代の先端を行く大伽藍を建立しようという彼の構想は聖職者からも一般市民からも特進行為であるとして抗議を受けたが一切意に介せず鶴の一声で新大聖堂建立を決定。 サンピエト大大聖堂の再建には、莫大な資金が必要です。財政再建もユリウスにとっての重要な課題でした彼は増税はもちろんさまざまな異界を新設し生殖売買も行いました献金によって連獄期間を短縮するとする職有の大直所も発しました これは後にルターの宗教改革を引き起こすことになりますがさらには教皇領を拡大するためにペルージアとボローニャの討伐軍を自ら指揮し戦士教皇と呼ばれました。同じカトリックの国のペルージアとボローニャをカトリック,にカトリックの頂点にいる教皇が討伐するとは何ということでしょうか まさにイルパパテリビレ、恐るべき教皇です。ミケランジェロはこのような恐るべき強慌ユリウス2世によってシスティーナ礼拝堂天井画の作成を命じられることになるのです。